Dragon Ball Z Kakarot, the intro song, Goku vs. Piccolo. たまには頭ん中で手合わせでもしねえとなまっちゃうかな。今のオラがどんだけやれるか相手してもらうぜ、ピッコロ。
この星もあと少しで攻め落とせそうだな。ラディッツ、貴様がしくじらなければもっと早く終わったはずだ。すまん。だから貴様は弱虫ラディッツと言われるんだ。次の星ではもっとうまくやる。またしくじった時は覚悟しておくんだな。そうだ、思い出した。確か俺の弟カカロットが別の星に送られていたはずだ。貴様の弟だと？まだ俺たち以外にサイヤ人がいたのか。なあ、そいつを仲間に加えればもっとうまくやれる。貴様の弟ならそれほど期待できそうにないが、どこの星だ？そう、確か地球って星だ。しかしその地球を制圧したという報告もない。何をしているカカロット。嵐の予感、強襲サイヤ人。帰らないとお母さんに怒られちゃうよ。悪いなゴハ、ちょっと頭の中で強いやつと戦ってて。よ、強いやつ？あ、ピッコロっちゅう強いやつさ。ピッコロさん、ずっと目はピッコロ大魔王っちゅうむっちゃくちゃ悪いやつだったけんどな。生まれ変わったピッコロはオラの知ってる中でもワクワクするほど一番強いやつだった。もっと強くなってあいつとまた戦えてってな。僕戦うなんて怖いよ。おめえも修行すりゃすぐに強くなれっぞ。でもお母さんに怒られちゃうよ。あーいけねえ。そういや食い物の材料集めてこいって父に頼まれてんだった。何がいるんだっけな。確かお魚とリンゴだよ父さん。ああ、そうだったな。じゃこの辺にありそうなリンゴから探すとすっか。うん、僕探してくる。張り切ってんなご飯のやつ。どこまで探しに行ったかな。そんなに遠くまでは行ってねえはずだが。探しに行ったかな。そんなに遠くまでは行ってねえはずだが。オーガンのやつどこまで探しに行ったかな。そんなに遠くまでは行ってねえはずだが。
collect the apples that Son Gohan finds them. 取っておくか。僕に任せて。楽しそうだな、ごはん。おいおい、あんまり遠くに行くなよ。リンゴはこれくらいでいいだろう。よく見つけてくれたな、ごはん。へん、うん、でも僕ちょっと疲れちゃった。そうか、疲れちまったか。あとは魚捕まえたら蹴るから、もう少しの辛抱だぞ。うん。まずは釣り場に行かねえとな。うん、でもあまり早く歩かないでね。わかった。ちゃんとついてくんだぞ、ごはん。もうちょっとで釣り場だかんな。あれ、ご飯のやつどこ行っちまったんだ。ん、どうした、ご飯。僕疲れちゃった。もう歩けないよ。なんだ、しょうがねえな。じゃ、父ちゃんが抱っこしてやっか。わーい。いよった。わーい、高い高い。もう元気になったんか。さては父ちゃんを騙したな。甘えやがって、しょうがねえな。おめえは大きくなったら何になりてんだ。ね、僕偉い学者さんになりたい。え、おめえ変わってんな。勉強教えんのは無理だけど、修行がしたくなったら父ちゃんがバッチリ着ててやっかんな。そういや、おめえ釣りは初めてだったな。うん、そうだよ。じゃあ、オラがガキンチョの頃やってたやり方教えてやっかな。よし、ここなら釣れそうだな。じゃあ、早速始めっか。
でも、どうやって釣りするの？釣り竿ないでしょ？へへ、普通は釣り竿を使うけどな。オラがガキンチョの頃は、尻尾で釣りしてたんだ。尻尾で釣り？そんなことできるの？うん。尻尾で水の中で泳ぐ魚の動きや気配を感じ取れるし、慣れたらなかなか簡単だぞ。ま、ほらもう尻尾がなくなっちまったけんどな。ブルマっちゅうやつにそのこと言ったら、面白がって釣り用の尻尾なんか作ってくれてよ。そうなんだ。じゃ、早速釣りやってみっか。この辺に釣れそうな場所があったはずだぞ。よし。Follow this, but it's good I know the principle. You will have to press button and then X.Now this time it's Y, not Z. ま、こんなもんかな。やったね、お父さん。ああ、これならきっと父も喜ぶぞ。食い物の材料は、僕もちょっと。Subscribe for more video on the game Dragon Ball Z Kakarot Nintendo Switch.